りのりのチャンネルスタート。はい、こんにちは、りのりのです。今日の動画は顔のシミ取りの経過レポをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。私はですね、今回で顔のシミ取りが3回目になります。で、1回目も2回目も経過レポを動画に上げてるので、もし気になる方がいたらぜひそちらも見てみてください。で、3回とも同じところでやってまして、今回も南青山の徳中クリニックさんで100ショットのシミ取りレーザーをやっていきます。で、前回私去年の夏8月にやっていて、で、今4月の末なんですね。なんで半年ちょっと経ってるんですけど、またちょっとシミが出てきたのでやろうかなと思っています。ので、その様子をシミ取りした後と毎日どうなっていくかをここに上げていけたらいいなと思ってます。よろしくお願いします。ちなみに今の状態を見せたいと思います。ちょっと暑くて顔が赤いんですけど、まあ8月に1回100ショットで撮ったんですけど、また半年経つとこんな感じで結構出てきてるので、やっていきたいと思います。多分100ショット分ぐらいはあると思うので、撮っていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、早速病院に向かいたいと思います。マスクをして帽子をかぶっていきたいと思います。ちなみになんですけど、シミを取る時ってそのシミ取りをして取れるまでの間に結構日焼けが大敵なんですね。なので去年夏やった時はめちゃくちゃ日焼けに気をつけてやってたんですけど、今回は4月末ゴールデンウィークのシーズンにやるからちょっとはいいかなと思ったんですけど、まさかの本日超激熱の日でございまして、まあ今回のゴールデンウィークもね、暑くなるのかなと思うと、そこのケアも、やっていきつつ、シミ取りをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。行ってきます。はい、着きました。こっちからエレベーターに乗ったら着くんですね。はい、行きたいと思います。はい、今終わりました、107ショットですね。何回やっても痛いですね。今は麻酔が効いてるので、まあでも麻酔が効いてても今結構もうカッカきてるんで、打ったとこが超ボコボコになってます。でもうこういうとこ外側はもうちょっとかさぶたになりつつあるので、かさぶたになっていくかなと思います。麻酔が切れてきたらもうちょっと痛くなるのかなと思うんですけど、とりあえず打ち終わってすぐですね、ワセリンを大量に塗ってあります。はい、ということで戻ろうと思います。はい、シミ取りのレーザーが終わって戻ってきました。今打ち終わって3時間後ぐらいですね。でも麻酔の方も切れてきてるんですけど、最初の方はやっぱ1時間ぐらいは顔が熱くてなんとなく痛みがあったんですけど、今はもうほぼ大丈夫です。で、前回やったのが私8月にやってて、今半年空いた状態でやってるので、まあ1回目2回目やった時よりかはそんなにシミが出てきてないので、ちょっと細かいところとか攻めたところやっていきますねって感じで、お願いしますってやっていただきました。で、基本的にも場所はお医者さんにお任せなんですけど、1回目2回目は結構ここのラインが多かったかなと思うんですけど、今回ちょっと若干部位に偏りもあるかなと思います、左右で。ということで、アップになるので結構えぐいので、見たくない方は飛ばしてください。近づきます。まずこっちが、ここがすごいですね。なんか肝斑が私結構多いんですけど、肝斑の中にあるシミ、肝斑はこのレーザーでは取れないんですね。で、なんで別の施術をするんですけど、肝斑の中にあるシミはこれでできるみたいなので、っていうことでやっていただいた箇所もありますね。ここが一番でかいかな。あと今回は鼻周りですねを結構やっていただきました。このあたりですかね。
とこっち側、こっち側は結構前回と似てる、この頬骨のあたり似てるところかなと思います。あとですね、今回は目の下キワキワのところと、この目の上の眼球ギリギリのところも大丈夫そうなところだったみたいで打っていただきました。あとおでこも一箇所打ってもらってます。なんでこんな感じですね。結構多分ここと鼻周りのこの辺が取れるの遅いのかなと思います。結構もう分かりやすく今赤くなってますね。でこの後かさぶたになっていくのかなと思います。今日はですね、お風呂に入れないので、この塗っていただいたワセリンベタベタのまんまで、寝てこう守り、肌を守りたいと思います。やけどしてるところを守りって一晩過ごしたいと思います。ということで明日以降も撮っていきたいと思います。これ、終わった直後でした。また明日。はい、今施術した次の日の夕方17時です。昨日の17時に施術をしたので、ちょうど丸1日24時間経った状態になります。昨日は病院から帰ってきて、そのまんまバセリンベタベタのまんまで寝ますってことで寝たんですけど、で起きて朝から、お風呂に入りまして、その時にこう すくって顔に当てるぐらいで優しく水洗いだけですね、やった状態です。でまだ若干バセリンのベタベタ感は残ってます。で痛みは特にありません。でちょっと近づけますね。まあ、前回も言ってたんですけど、外側はもう割とかさぶたができてるかなって感じです。でこのあたりの鼻あたりは結構まだ薄いですね。でこっち側もこんな感じです。で今のところ外側のかさぶたもそうなんですけど、今回なんだろう、あんまりがっつりかさぶたになってるって感じがあんまりしないですね。で先生がおっしゃってたのは、シミが濃いところは弱く照射して、シミが薄いところは強く照射するって言って、照射の強さとかも変えてるとのことだったので、それで今変わってるのかなと思います。でもですね、今ゴールデンウィークでちょっとスケジュールが埋まってて、次の日もゆっくりって感じにできなくて、今日もこの後撮影を普通にするんですけど、その兼ね合いで目と眉毛だけ化粧してるんですけど、特にここは今何もしてない状態です。で画像を通して見るとちょっと濃く見えるんですけど、で顔も赤く見えるんですけど、実際実物で見てみるとそんなに顔の赤みもなく、この色ももうちょっと薄い感じになってます。なので今日はですね、もうこの状態で、このマスクのこの状態で過ごしたいと思います。はい、これで施術、でこの形のマスクだとまあちょっと見えるは見えるんですけどね、こんな感じですかね。やっぱちょっとこの辺とか見えちゃいますかね。はい、そんな感じで、施術後1日目でした。明日以降もお届けします。はい、こんにちは、りのりのです。施術後2日目です。今もまた17時ぐらいなので、ちょうど施術して48時間経ってます。でそうですね、ちょっと近づきます。こんな感じです。今なんか今回は前回に比べたら結構、薄めに照射されてるところが多いのかなという、この辺とかこの辺りもそうなんですけど、なのでそんなにかさぶたが、濃くなることなく、ちょっと私の寝相とかの問題もあるかもなんですけども、若干取れかけてるところもありますね。まあここのやっぱ外側はちょっと濃いんですけど、そんな感じです。で毎日あれですね、もう前回は結構ここがバーってなっててっていう、こう一箇所に固まってたので、ちょっと時間が経ってからはこう他の空いたところをこうファンデーション塗ったりしてたんですけど、もう今は肌部分は何もやってないです。おでこにも一応あるのでやってないです。で眉毛とアイメイクだけしてるって感じですね。で外出る時とかはもう
これで隠していっております。で、2日経った感じなんですけど、前回とか前々回よりかはかさぶたが取れていくのは早くなりそうな感じがしています。なので打つ場所とか打つ強さとかでも変わってくるのかなっていうのを見ていきたいなと思います。ということで2日目でした。また明日。はい、施術後3日目です。今日も偶然や偶然同じ17時ぐらいなので、施術して今72時間ですかねぐらいです。アップになります。まあちょっと剥がれてきてるかなって感じですね、この辺とか。やっぱりこの鼻周りはもう多分かさぶたが薄くしかつかないので、とね、目の上のここもね薄いかさぶたになってて、これも片方内側の方が取れていきそうですね、そろそろと。この辺もちょっと取れつつあって、外側もちょっと取れてきてるかなって感じですね。まあ、顎下ら辺とかも徐々に取れてくるかなと思います。本当に化粧水のミストのやつを振りかけてるだけで、一切化粧してないので、もうほぼ触れずに生活してます。で、自然に剥がれるのを待っていってます。ということで、また明日も撮りたいと思います。こっから数日そんなに変化ないかもですけど、見ていただければと思います。また明日。こんばんは。施術後4日目です。はい、まあ、3日目とは特に変わりはないかと思うんですけど、近づきます。ちょっとこっち側が取れてきてるかも、もうすでにこの辺、やっぱここは頑丈ですね。とこの下ら辺も意外と取れないですね。あとこの辺も取れてきてます。目も上も取れてきてるかな。で、おでこはまだ取れてないですね。とここはなんか映像で見ると結構はっきり見えるんですけど、実際に見るとこれよりかは結構薄めな感じで見えます。でこっち側はまだ綺麗くっきり残ってますね。はい、今こんな感じになっております。で、化粧は変わらず、ここはもう全くやってないです。全くやらず、化粧水のミストと顔洗う時もこう手洗いで洗うだけでやってます。はい、ということでまた明日も撮りたいと思います。おやすみなさい。はい、おはようございます。今日が施術後6日目の朝になります。4日目の夜に動画を撮って、5日目朝起きたらもうほぼほぼ変わりがなくて、で、ちょっと朝から本当に夜中まで1日現場に出ずっぱりでちょっと仕事してたので、で、もうバタンキューして、6日目の朝なんですけど、昨日1日マスクをしてたせいか、まあ、ちょっと外にいた時間もあったんですけど、基本マスクで朝から本当に夜中までちょっと現場でバタバタとしてたんですけど、で、家に帰ってお風呂顔だけ洗ってスコンって寝て、朝起きてもう一回顔洗って化粧した状態なんですけど、だいぶ剥がれてきました。まずこの鼻周りですね、ここの周りが全部なくなりました。そしてこのおでこもですね、おでこのとこ白くなってると思うんで分かりやすいかと思って取れました。あとこの目の上のとこもあったんですけど、ここも取れて、で、この大きいところですね、ここも取れて、ここも取れ出してます。で、こっち側もちょこちょこもう取れてきてますね。で、私がマスクを基本ずっとしてて、まあほとんど外さないようにはしてたんですけど、ちょっと飲み物飲む時とかこうやって取ってとかちょっとやってたんですけど、まあそこで擦れるにしても多分ちょっとこのあたりだと思うので、まあそうじゃないところでようやく自然と剥がれてきたのかなという感じです。前回が結構取れるのに時間がかかったので、もうちょっと時間がかかるのかなと思ってたんですけど、今回は割と取れ出すのが早いですね。やっぱこの鼻周りとかは結構かさぶたになった時も薄かったので、剥がれるのも早かったですね。でもちょっと意外だったのか、ここが結構でっかいのがあったので、取れるの時間かかるかなと思ってたんですけど、意外に早く取れていきました。なので、こうやって徐々にもう取れ出すと、もう
あの次から次に取れていくと思うので、今から6日目の朝で、今日も1日あの外に出るので、明日の朝また取りたいと思います。その1日でまただいぶ変わると思います。はい、ということで6日目の朝でした。おはようございます。施術後7日目の朝です。結構ですね、1日経ってまたポロポロと剥がれてきたので、今日はですね、そのここの残ってるとこ以外はもうベースメイクも普通にメイクしてる状態になります。で、近づきます。ここのねところは塗ってないんですけど、今こんな感じです。もうこの辺が本当にもうすぐですね。ここの顎下だけがまだがっつり取れてないかな。と、もう目の上もなくなった、鼻もなくなった、おでこもなくなった。で、こっち側ですね、こんな感じです。もうこっちももうほぼほぼ取れそうですね。で、取れたとこはちょうど分かりやすいかと思うんですけど、こんな感じになっております。もう多分明日明後日には全部取れるかなと思います。ということで7日目でした。また明日。はい、施術後8日目です。遠くから見ても分かると思うんですけど、もうほぼほぼ取れてきました。で、今日は全部フルでメイクしてます。その跡が残ってるとこもこう軽く叩いた感じでやってます。もうね、本当にあとちょっとです。ここもこの2箇所だけ、ここが一番残りましたね。結果ここがちょっと残ってるのと、もうあとは全部取れていると、あともうここもあともう本当にわずかですね。です。でも他は全部取れてる感じになりますね。なので、まあ明日には全部なくなるのかなと思います。はい、そんな感じで、8日目でした。また明日。はい、施術後9日目です。取れました、ほぼほぼ。もうここが取れてて、あと残ってるのほんとここだけですね。ここだけ残ってます。で、こっち側も綺麗になくなりました。なのでこの5箇所ぐらいですかね、ここだけで終わりになります。今が9日目明日になったら取れてるかなっていう感じですね。ということで、明日取れてるかどうかまた取りたいと思います。施術後10日目です。もうあと2箇所になりました。この顎のこことこのちっちゃいところ、昨日はもうちょっとあったかと思うんですけど、1日経って取れました。もう他は特にないので、でもこれもあと本当にもうちょっとなので、明日になったらもう取れるかなと思うので、明日またいろいろ話せればなと思います。まあ、ちなみにこうやって髪の毛耳にかけなければもう全くバレることもないので、もうほぼほぼ 99% 取れてると言ってもいいのかなと思います。ということで、また明日。施術後11日目です。全部取れました。最後ですね、この顎のとこが残ってたんですけど、ここがもう取れました。で、今回107ショットやってもらってたんですけど、まあこの顎ら辺とこの辺と鼻周りとここの目の上とおでことこっち側で107ショットだったんですけど、全部取れました。なんでまあ9日目ぐらいからもうほぼほぼわからないかなと思うので、9日から11日ぐらいで全部取れるかなという感じですね。で、やってみて思ったのは、やっぱり取り終わると肌のトーンがちょっとクッと上がる感じがするので、今回もやってよかったなと思います。1ヶ月後ぐらいにどんな感じになったか、よかったら検診に来てくださいってことだったので行こうと思います。で、そこで私は同時にトラネックスピールっていうのも今1回やって、それ動画撮ってるんですけど、トラネックスピールを、このシミ取りから1ヶ月空いたらできるらしいので、そろそろまたそれもやっていこうかなと思っています。
ということで、引き続き美肌美白を目指して頑張ろうと思います。もしあのシミ取りとか気になった方の参考になってたら嬉しいです。ありがとうございました。りのりのでした。チャンネル登録よろしくね。